皆さんこんにちは。新たなガチャが出たんですよ。ショップのアイテムっていうところをして、これリズベットブグ店素材鑑定っていうのがあるんですよ。これを引くべきかどうかっていうのが今回の動画の趣旨なんですけど、引く前にちょっとラインナップ見ていきましょう。このなんとかの強そうな、なんとかインゴットってやつ、なんとか属性スキルの弱点クリティカルダメージが 32.5% 上昇。この上昇値はこのインゴットのメリット効果のやつですね。これはマックス値まで合成したものを記載しておりますって書いてあるんで、まあ、合成したらこの 32.5% になるんですけど、あと重複負荷ですね。まあ、デメリット効果はこの火属性以外のダメージが低下するんだ。だから火属性の周回の時にこの先行のフレームインゴットってやつ、これですね、火属性が弱点の時にしか使わない方がいいですね。だから付け替えないといけないのかな、周回のたびにこういうの使うんだったら。でもこの特定のその自分が倒したい敵の属性に合致したこのインゴットが手に入るならばすごくいいんですよね。だって弱点クリティカルダメージ 30% 以上上昇するんで、スラッシュインゴットが 27.5、先行が30。一応探索と同様、今回も11回鑑定で星4確定画質確定枠あるんで、一応このラグーラビット倒して出る赤熱光っていうのもかなりの確率で出るみたいですね。むしろ熱光の方が確率高めなんですかね。インゴットと同じ提供割合なのは豪熱光なんて読むの、これだけかな。でこのダメージ 30% 上昇ってつけるだけで、まあ、合成とかして強化しないといけないんですけど、つけるだけでこの数値になるんで、ツイッターで言ってる人もいたんですけど、1個つけるだけでスキルレコード1個つけたと同じような感覚みたいな感じらしくて、正直この 30% 以上のダメージとか出たら、例えば今やってるオーダーだとこれかな、なんとかモユルってやつ。これは例えば、まあ、縦のリーファーだったら弱点ダメージ 25% 上昇、まあ、これでもあれですもんね、 30% に届いてないですし、この羊アスナ、でも覚醒効果とクリティカルダメージ合わせると 30% 欲しそうな気はしますけど、でも何がいいかっていうと、スキルレコードの装備枠でソードスキル4つ、アビリティの方に4つあるんですけど、それ以外にもまたスキルレコードに似た効果をつけられるっていうことなんですよ。だからなんかアビリティをその4枠以外にもう1枠2枠3枠かスキルレコードの効果をくっつける感じなんですかね。効果だけ今まで以上に強くなれるんではないでしょうか。だからなんだろう、本当に引くべきっていうオーダーが見当たらないときは、むしろこっちのリズベットの素材鑑定をやった方がいいような気はしますね。ただこの素材鑑定引くまでちょっと考え方が変わるかわかんないんで、とりあえず引いてからもう一回感想を言おうかと思います。今やってるオーダーだとこれかな、瞬く魂たちのオーダー。でもこれ確定枠がめちゃくちゃ多くて、本当に欲しいやつ引けないんですよ、狙って。できればこの夜空に咲く青バラキリトってやつ、これがパワーライズで覚醒付きなんでめちゃくちゃ強いし、これもマザーズロザリオってめちゃくちゃ強いし、まあこれもこのベクタもパワーライズだから強いし、クリティカル発生率がめっちゃ上がる天職の務めユージオも引きだし、今めっちゃ強い決意の騎士アリス、片手直剣モッドに出る3枠分の追加効果のスキルレコードで強いし、ステイクールユージオってやつもそのモッドで使うと防御力高いほど強いんで、このステイクールユージョっていうのも引きだし、引くといいやついっぱい入ってはいるんですけど、ちょっとこれをピンポイントで狙うのはきついから、感覚としては確定枠がない以前の武器セレクトオーダー、例えば斧セレクトオーダーとかは星4さえ当たればなんかいいやつ来やすいみたいな感じだったんです。ああいう感覚で引くといいのかな。一応これなんかお一人様何回限りってないんですよ。だから何回でも引けるんで、そうですね、初心者が引くにはいいんじゃないですか。ただ引いてもどれか被るみたいな人はちょっときついかもしれないですね、精神的には。試しにこれ引いてみますね。これサブアカなんで、持ちサブって左上書いてあるんで、ちょっと引いてみます。ちょんべーんべーん、なんだこれ、ここで効果見れないの、なんかレア度低くね。まあいいけどさ、残属性のマークがついてたけど何だったんだ、何これ、ちょっとレア度高い、わかんない、星が2つついてる、あーよくわからん、あーもう残属性のアップのマークついてるけどなんかよくわかんねえ、何が起こってんだ、一体何が起こって、あーなんかちょっとレア度高い、なんだこれ、なんだろう、あーなんか金色だ、希少なやつかな、おおお
お、だだ、赤い。なんか熟練のマークかな。なんかいいの出るかな。あ、なんか良さげ、色が良さげ。ポイズン、そんな世の中じゃポイズン。こんなね、こんなインゴットしかくれない世の中はポイズンだ、マジで。ヒール、ヒール、なんか回復すんのかな。ドゥイーン、ドゥイーン、ドゥイーン、ポイズン。言いたいことも言えない。なんだ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 。虹色、虹色カルテ。残属性の弱点ダメージが超上昇する。残属性以外は、あ、これは片手直剣モッドにいいやつですね。一番左上、有料なインゴット、残属性弱点。あ、これも残、あ、これと一緒に鬼神のイースラッシュインゴットと有料なインゴット一緒につけてもいいのか。重複負荷って書いてあるけど、どこまでが大丈夫。闇属性に有利。これは火傷。これは残属性。これも一緒か。これは、あ、じゃあこれ合成できるんだ、この有料の残属。希少なインゴット、出血状、自分が出血状態。あー、自分出血状態にならないとダメだ。ならば、クリティカルダメージが上がる。弓の熟練1上昇。地上、毒状態でスキル使用時クリダメ。はい。フィールドの回復オブジェクト破壊による回復量。あー、いらん。毒状態の敵に対してスキル使用時、あー、毒にするといいのね。おー、いいね、いいね。ジムが715に減ってしまった。あ、こういう感じで受け取るのか。メニュー、アイテム、強化交換、道具強化、合成、鍛錬、あ、そっか、熱光出なかったんだ。サブアカじゃ何もやってねえから、鍛錬すらできねえ。メニュー、アイテム、インゴットからもできるんですね。これは、一応確定枠があるんで、毎回外れることないんだ。あ、でも外れっていうのは、外れらしい外れはやっぱ自分の狙った、この弱点属性じゃないやつが出たら外れなんですけど、さっき出たのは鬼神の、鬼神？鬼神？鬼神かな？鬼神のなんちゃらインゴットだったんですけど、確か俺引いたの残属性かな？これかな？先行のスラッシュインゴット？まあ、たまたまいいやつ引けたのか。でもこの確定枠の提供割合見ながらだと、そうだな、これのどれかだから狙って当てるのはちょっと厳しいのかな。でも本当に強くなりたい人はいずれ引く感じですよね。まあでもインゴットは普通ショップレイでも手に入れることができるんで、始めたばかりの初心者とかから中級者あたりまではやっぱスキルレコードオーダー優先したいですよね。で、超上級者になったら引くべきなのかな。それか、なんか特に狙って引きたいスキルレコードがなくて、本当に引きたいってやつがない場合は、こっちの、なんかジェム使いたいな、なんかガチャ引きたいなっていう人は、こっちかなって感じがします。ただこれを引けば強くなれることはまず間違いないので、スキルレコードオーダーだと、その、1枚もいいの当たんなかったら何も強くなんないんです。これを引けば、なんか外れだと、外れっていうか自分が狙ったやつじゃないやつが来たとしても、なんかインゴット合成とかしたり、無駄がないので、まあスキルレコードメモリア書籍とかになるけど、持ってるやつ出たら。まあどっちかっていうとこっちの方が無駄がないっていう感じがします。もう熱光とか出たらラビット一回倒す手間が省けますし。これなんだっけ、これって今この手に入れる方法ってなんだっけな。あ、アイテム生産じゃないんだっけね。こうないのか。じゃあ本当にレアなラグラビット倒さないとダメなのかな。まあちょっと忘れたんで、まあそのうちまとめます、他の動画で。では皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれると嬉しいです。バイバーイ。